潜水は、脊椎の脊椎空の中を通り中枢神経系の脊椎の脊椎の最下部の S1 から S5 の潜骨の中を通る神経部分を指す。この部位から大腸、膀胱、生殖器へとつながる副交換神経が発している。潜水側角に始まる骨盤内臓神経。なお脊髄では、開白質白質の位置関係は逆転し、開白質は、 脊髄の中心部に白質はその外側に位置している。それぞれの脊髄神経は交換神経幹から開発交通枝を受け取っているが、白交通枝はすべての脊髄神経から出てはいない。白交通枝は第1系から第1腰神経までから分岐する。一方、第2、第3、第4線髄神経から直接骨盤神経層へ向かう増速死が、 潜水神経の部類に入る。白交通枝を通して交換神経に届く繊維は有水で交換神経節の細胞から起こるこれらはほとんど完全に無髄である。潜水は腰椎の下にある大きな三角形をした左右の潜骨に挟まれた位置にある。脊椎の S1 から S5。潜水は出生時には5つに分かれており15から18歳頃に なると徐々にくっつき始め、30歳を超える頃には大きな一つの骨、仙骨となる。仙椎は英語でセクラルといい、もともと5つの仙椎が集まって一つとなった、後でも部位により上から S1、S5 と省略して呼ばれる。S1 と S2 は主に電部から足の裏側、足裏からつま先までの神経器官を S3、S5 は電部や排弁。 排尿器官のコントロールを担っている。交通事故などで仙骨を骨折し、仙水にダメージを受けたりして損傷した人の中には、一時的に排尿がしづらくなったり、ふくらはぎやかかとなどに痺れを感じたりする場合がある。正規ヘルペスウイルスは骨盤内仙水神経節に潜伏感染する。ありがとうございます。